そんな稲葉さんなんですけれども、はい、先日それこそ SNS で重大発表を発信されていましたよね, <laughs> ね,ね、はい、はい。この度はご結婚ごおめでとうございます皆様盛大な拍手で祝福してください,いす,すいません私事で全然とんでもございません、えー、今稲葉さん玉城、はい、さん監督そして会場の皆さんから拍手をいただきましたけれども、はい、今のお気持ちも聞かせていただけますか <laughs> <laughs> 簡単にで大丈夫です。ありがとうございますという思いはまず大前提でこうありまして、なんかあの私事ですみませんという思いもありつつ、はいあのまあ引き続き作品等々発信していったり、自分も作品に貢献できるように頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。バリカタの挨拶になりましたね <laughs>。めちゃくちゃ硬いですね、はい。稲葉さんありがとうございます。ありがとうございます。そっか、はい。 この辺でで終わりますす <laughs> そうですねもうねも少し、はいいいいいですすすすかおお願しししままま少だけせん話ろいろお話しさせていただきましたけどんかそれを踏まえてこれから見ていただくという映画体験もなんか楽しいものかなと舞台さずやらせていただく時は思うんですが、まあ、何はなくとも見ていただいてでそして玉城さんのおっしゃったように本当に何かうん映像体験音楽体験としてもすごくあの楽しい。 映画だと思うのでなんかそういったところも楽しんでいただければ何よりですしあの少しでもこの作品が、えー、広がるようあのお力添えいただけるとあの本当に嬉しいですああと本当なんかすみません私事で拍手させちゃってすいませんありがとうございました <laughs> あとひなちゃんねゆかさんのメッセージが素晴らしかったってニュースのちゃんとどこかになんか書いてほしい 最高でなんか連絡先知ってたら連絡するんだけど、うん、連絡先知らないからちょっと返してお伝えしたいですね。<laughs> 本当にとっても湯川ひなさんの素敵なところ全詰まりだったなっで顔があって顔があって顔があるみたいな絵的にも面白いみたいな <laughs> なんかいっぱいそれの話お伝えしたいけどなかなか、はい、難しいのでちょっとよろししくお願いしますで何をなくともあの映画楽しんでいただければ。 と思いますえー、今日は本当に足を運んでくださってありがとうございました。